まずは今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容を見ていきましょう。サーラコーポレーションは長期保有者向けに新たな優遇制度を導入すると発表しました。この制度では500株以上を保有し、保有期間に応じて株主優待ポイントが最大2万ポイント付与されるとのこと。また、10年元に記念品も贈呈されます。ウェザーニューズは株式分割を11月末に実施することを発表しました。この分割後も株主優待の条件は100株以上で維持されますので、実質的に優待が拡充される形になります。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。セーラー広告がストップ高の492円になりました。これは10月1日に石破茂新内閣が正式に発足したことを受けて、地方創生関連として再び注目されているからです。同社は香川県高松市に本社を置き、四国や山陽地方を中心に広告やイベントなど地域ブランディングに関する実績が豊富です。そのため、思惑的な買いが入っています。マクシス、ふわーん。中国株式がストップ高となりました。今回の株価上昇の背景には、外国為替市場での円安が進行したことが大きな要因です。ドル円相場が急激に動き、一時はドルが147円台に達しました。この円安の進行が、機械的な最低取引を促し、マクシス、ふわーん。中国株式への投資が集中した結果、株価が 87% も上昇しました。ワン ETF 見中田中国 A 株 CSI500 がストップ高となりました。香港市場が休場明けの2日、ハンセン指数が一時 7% を超える上昇を見せ、中国政府の景気刺激策も発表されたことから、中国の景気回復を期待する資金が集まっています。このため、東京市場でも中国株関連の ETF が物色され、活況を呈しています。アイフリー ETF 中国仮想板50がストップ高となりました。中国市場の国慶節の休場明けに香港市場ではハンセン指数が一時 7% を超える上昇を見せています。これは中国政府の景気刺激策が相次いで発表されたことから、中国の景気回復への期待が高まっているためです。このため、東京市場でも関連 ETF への投資が活発化し、アイフリー ETF も急伸しました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。